歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。3月になりましたということで、ひな祭りもこう過ぎてね、女の子の節句っていうのが過ぎて、さあ、いよいよ春めいてきましたねっていうような形になるんですけれども、専門医、これはお医者さんの方をねベースに考えていくと皆さんよく知られてると思うんですが、お医者さんって言っても、ただ、一つの役割じゃなくてね、内科外科っていうのから始まってじゃないけれども、まあうちの関連小池病院で言えば産婦人科だとか小児科とか、そういったものもあるわけですよね。皆さんお産をするときに内科に行きませんよね。お産する場合は産婦人科行きますよね。子供が病気になったら小児科連れて行きますよね。外科に連れて行きませんよね。基本的には大体皆さん専門の先生のところに連れて行くと思います。じゃあお医者さんは何をもって専門って言ってるかっていうと、基本的には、学会の専門医という資格を持ってるか持ってないかという部分で専門と、産婦人科であれば日本産婦人科学会の専門医という資格を学会の方から、資格を与えられているという形ですよね。小児科であれば日本小児科学会の方からちゃんとそういう実績を評価され、ちゃんと専門医として認められているという形になるわけです。さて、同じように歯科といってもですね、以下の分類の中で歯科があるわけではないんです。例えば眼科だ耳鼻科だ、そういうのが並びであるんで、その同じ並びで歯科っていう分類があるように思われている方がいるかもしれませんが、でも皆さん呼び方でもね、お医者さん歯医者さんって言い分けているように、分類で言うと以下の中に歯科があるんではなくて、以下と歯科の分類は分かれてます。医科歯科大学とかそういうのもありますよね。ですから医学部歯学部っていうに分かれてることから、皆さんがお医者さん歯医者さんって呼び分けてることからでも分かるように、医科と歯科というのは同じような分野ですけども、一応別分野って言ったらおかしいけどね。例えば医科という部分で考えた時、医科の大きい病院、例えば大学病院、総合病院、こういうのに行った時に、医科という科は存在しませんよね。医科というのは総称であって、あるのは内科だ外科だという専門科が存在していく、これわかると思います。同じように歯科の大学病院に行ってみてください。行かれた方はわかると思うんですが、当然歯科という科はないですよね。基本的にはやはりそこに専門科が存在していくという形になります。歯医者でいう専門科、一番大分類としては主要3科、メインの3つと言われるようなものでいうと、歯科保存科、歯科補鉄科、歯科口腔外科というものがあります。まあ、簡単に保存科、補鉄科、口腔外科なんていうふうに言い方をさせてもらいますが、この保存科ってどういう部分と言われれば、どちらかというと自然に治るような部分ですね。なので、例えば衛生士が歯石を取って歯周病、歯茎が治っていくなんていう部分でいうと、この保存という部分に入っていきます。虫歯でもって歯が欠けたり失われたり、ね、こうした時に、かぶせ物、ね、白い歯とかも含みますよ、かぶせ物、ブリッジ、入れ歯、インプラント、こうした人工物でもって、ね、作られたもので失った部分を補う処置、こういった治療は補鉄科という部分で行います。補鉄と言います。日本補鉄歯科学会という部分から、こうした専門医という肩書きを、いただいているわけです。そしてあと皆さんがおなじみの部分で言えば口腔外科っていうのね、部分、これは歯が残せない時に抜いたりとか、あとは、がんとかでも交通事故でもそういった本当に大きな外科処置っていうような感じイメージするかな、こういったものをやるのが口腔外科という形になります。まあ、大きな分類でいうとこういった専門科があります。かぶせ物やブリッジ、入れ歯、インプラント、こういったものをしっかり専門の先生に見てもらいたい、ね、産婦人科でお産をしたいぐらいな感じで行くのであれば、そうした補鉄の専門医の先生というのを探していくのもいいかもしれません。ただ歯医者さんはお医者さんに比べるとそういった専門医の資格を持たれている人っていうのが少ないので、例えば福山だと今言った補鉄、
ちゃんと日本補鉄歯科学会の専門医という方になると今3人しかおられませんからね。しっかりと調べる。日本補鉄歯科学会のホームページから専門医というものは辿っていくこともできますし、またそういったものを特集した雑誌なども、最近はよく刊行されてますのでね、そういったものをご参考に探してみるのもいいんではないでしょうか。というわけで、今回はその専門医関連についてのちょっとこうお話をさせてもらいました。では今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418。